あゆかの皮をカットする俺は。やりづらいです。あ、やっぱ。ハロー、こんにちは、ニーハオ、井上正弘です。今日はですね、ピンクの特撮の撮影に来てるんですけれども、今日は GG チャンネルでもおなじみの佐藤大輔と共演するというシーンで遊んでます。めっちゃ台本読むやん。全然読んできてない人の反応じゃん。全然大丈夫。言ってるんですか。はい、まあ、一応これはね、保険ですよ。あ、保険。これはあの、僕はね、一応スタッフ側でもあるので、まあそうです。だから、に追わこのトランシーバーはもう完全にスタッフのあれだもん。そうそうそう。だから死に追わなきゃいけないんで見てるだけです。これは決して自分のセリフを読んでるだけではありません。あ、なるほどなるほど。じゃあ自分のセリフは完璧です。もう完璧です。ああ、はいはい。僕はちょっと読ませてもらいますね。おい、言ってること違うやないか。話が違うな。共演シーンなかなか今まで少なかったけど、こう唯一割と、まあ、がっつり絡むみたいな感じのところがちゃんとあるシーンですね。うん、ちゃんとあるシーンです。初めて僕が実際に認識するシーン。ちなみにだから今日なんて役なんですか。僕はあの総太郎、総太郎という役です。まあ、このシーンのね、うん、この世界の住人、まあ、いろんな世界を旅してる、いろんな世界を旅するって言ったらなんかすごい似てるな。いろんな世界に行き来するんですけど、行き来も一緒だな。まあ、いろんな世界があるんですよ。でいろんな世界があって、その総太郎の世界では、うん、まあまあって感じです。これからね、ちょっとしたアクションもあるんで、ほんとちょっとしたアクション、ちょっとしたアクション。で、そうたらもう基本顔が大事なんじゃないですか。もう僕はもうあそこは顔の演技ですか。ほんと、はい。まあ、今日はじゃあ大輔の顔の演技っていうのもちょっと注目しながら実際撮影していきましょうか。ずっとカットかかりました。本日も、はい、短いんですけれども撮影行ってきます。分かんないね、このロープ俺もっと見ちゃう。いつになく真剣な顔してますね。こうなっちゃう。大輔が拘束されております。大輔どう、縄で縛られてどうですか。気持ちいい。気持ちいいらしいです。はい、じゃあテスト3、2、1。はい。なんだお前は。心が読めない。あと本番いきましょう。ガチで縛られてるじゃないですか。いや、痛そう。鉄がめり込んで、胸ぐりで。ガチすぎませんか、それは。役作りですよ。役作りですよ。大輔、ここはどういうお芝居なんですか。ここは。ですか。うん、まあ、やっぱり8時間以上、うん、渡された、うん、時の、うん、誰かの顔見てホッとする。はい、ということで、大輔 の、 あの表情の芝居が始まります。それが、テレビセリフってのラフな感じで、はい、自然な感じで練習。本当にできんのそれ。本番、本番。スタンバイに時間かかったんで、NG 許されない感じですね。じゃあまた、トラックに、そこを手かけてくれ。よーい。そこ教えてくれれば。そう。ありがとう、ありがとう。助かったよ、おかげで。よかった。カット。カット。OK。はい。OK。切り返します。はい。なんだその顔。大好き。今の顔。ちょっと恥ずかしくなっちゃった。 今の大輔の顔どう思います。変態味が見えました。面白かった。真剣に、真剣になってます。切り替えてます。さあ、いつになく真剣な表情をしております。じゃあ行きますよ。カット14、トラック1。集中させてあげて。ちょっといきなり俺の顔見て笑いました。今のは大輔のせいだろ。今のは、今のはこういう楽しみに出ちゃうんだから。目合わせないでしょ、ね、ちゃんと電話やんないと。ちゃんとやろう。トラックにスタート。あと、あと、
もう一個。はい。映ってないのをいいことになんか、顔やばいんだけど。大輔どうですか、手応えは。バチシ、なんか5回ぐらいやりましたけど全部顔の表情が違うんですけど明らかにやっぱそれはね、うん、5回と向ける顔違うんで、あ、受ける表情が、あとさ、こうさ、よかった無事でって言われたの、この右手なんなの、なんかなんでこうよかった無事でってことだけ使って右手なんでこうやるの。ありがとう。あはい、ということでね、本日の撮影終わりました。大輔くんの芝居いかがでしたか。難しい。本当のところはやりづらいの、なんかやりづらい。いや、やりづらいです。あ、やっぱそうだよね。なんかこうやってやるときも、うん、やる前に私はこれ待機したんだけど、うん。そうだよね、そうだよね。でこう大輔さんのセリフで終わるから、うん、そっちの方向いてたんですよ。したら唇がプルプルって、なんか笑いが怖くて。来られなくなっちゃって。そうなんですよ、ちょっと大体ゲラなところあるんで。本当に本当ね、なんか悪口に笑いこらえきれないところがあるんで。あ、クレームです。クレーム、こちらのクレームですね。事務所通して大輔の方には届くと思うんで。芝居の感想はどうでした。ちゃんとできました。あ、なるほどなるほど。ということで大輔君、この品種上がったらまあきちんと見返しといた方がいいよ。やばいところは映ってないと思うんで、ね、やばいとこしか映ってなかったよ、なんか気持ち悪いって言ったからな、本当に変態っぽいって本当に縄縛られて気持ちいいとかさ、なんか手かけられてるだけでもニヤ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 としてたから、なんか恥ずかしいよね。母さん、大輔が全部芝居してました。してましたよ。あ、本当ですか。あ、ほら、よかったね。いやいや、疑っているのはママさんだけですよ。本当。まあでもそれは視聴者の方にちょっと委ねるということでしょうか。ママさん、地図を見ちゃったんだよね。あれは。なるほど。気ちょっと緩んでなかった。いや、全然全然。はい、ちゃんと隠しとかないと。あ、でもあれ朝5時なんで、やっぱりちょっと気緩んでる芝居です。なるほどなるほど。あ、でも集中力切れて。まあ、でもカメラで映ってるところはじゃあまあちゃんとしっかりと言葉はしっかり縛ってます。なるほどなるほどなるほど、よかったです、うん、映像ではやっぱりよかったみたいな。裏もちゃんと縛ってます。そうですね、はい、次からよろしく。ありがとうございます。勉強になりました。ということでね、本日は大輔くんがね、ちゃんと芝居するシーンだったので、ちゃんとねこの映像を入れなきゃならないという使命感から、まあ、入れたんですけれども、こんなメイキングを映してよかったのかどうか、後悔しておりますが、本編はしっかりしてるはずです。では。